久保さん。僕のテーマは、誰、誰でも金持ちになれない理由にしましょうか。これ1秒で終わるんですけど、なんで誰でも金持ちになれないかっていうと、ほとんどの人が <laughs>、やらないっていう。終了。<laughs> 終わりですね。これ本当なんですよ。いや、マジで99.999%の人はやらないので、だから金持ちになれないですよ。うん、今環境も整ってるし、情報もあるし、全部あります。 もしも、これ100歩譲ってね、日本に生まれていなくて、生まれた瞬間に戦争があって、えー、銃を持って、生き死にをやってる国に生まれたら分かむさちょっと難しい部分ありますけど、この日本に生まれてお金持ちになれないってことは、多分ないと思うんですよ。やればね。でもなれないんですよ。99.999%の人がやらないから。あと、この億万長者合宿リレーも相当やってますけど、 多分これを超えて動画を撮ってる人もいないだろうし、あんまりね。ほぼいないですよね、久保さん。これただリレーでやって、久保さんとのリレーでこんだけ本数やってて、あの、他にもやってますよね、久保さん。<laughs> あの、僕も別にこれメインじゃなくて、サブの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 サブぐらいですから、この後半長者合宿は。うん。ただサブなんだけど、メインじゃなくてサブなんだけど、久保さん必ず帰ってくるんで必ず返してるっていう、ただそれだけなんですけど。 サブでも、まあこれぐらいまあやってて、うん。まあ僕のメインはしっかりと商品を売っていくことなんで、それは毎月、えー、必ず商品売ってますし、まあ今度商品販売するんですけど、コンサルをですね。で、それもしっかり売りますし、で、あとは来月も売るし、来月もね、もう売るやつ決めましたよ、久保さん。今日考えてたんですけど、来月どうしようかなともう今月まだ売ってないけど、来月売ること考えてますからね、もうすでに。 もう売る、もう今月は売る商品決まってても、プロモーション、もう大体もう流れはこういう風にやろうかなって決まってて、あとそれやるだけなんで、あとやって売って、でその後じゃあ11月何売ろうかなっていう考えて、あとはもうやるだけですね。で、12月はもうドリームアカデミア売るって決まってるんで、11月はこれと、うん、これとこれと、うん、みたいな感じで考えて、あとやるだけです。てかそれをやってるだけです。多くの人は考えても行動に移さないし、えー、行動に移す前に悩むし、あの、 これね、最近熟成さんから、あの、最近入った熟成さんからですね、いただいたメッセージで、こんなの久保さんありましたね。えー、っと、熟成さんがいただいた。これ良かったですね。これ、レイジの方も見ていただいてるっぽいんですけども、どういうその声をいただいたのかっていうと、あの、これですね。あのー、なんだ。あのー、とにかく、と、ともかく数々、量産型のシフトチェンジへと、 どうせ見られてないんだから数で勝負。それは言われないとわからなかったので、昨日気づいた。助かりました。ということで。最初見られてないわけですから、気にする必要ないですよね。<laughs> なんか本当に、100万再生とか、なんかチャンネル登録者数何百万人に行ったら、それ気にしないといけないと思いますけど、別に僕、僕はでしょすいません。僕の考え方としては、見られてないのに、えー、見られてないのに気をつける、気を、なんか、 ああ悩む必要はあるのかなって。例えば、イメージしてほしいんですけど、無人島に一人でいるじゃないですか。無人島に一人でいて、あ化粧しないといけないとかなります多分なんないですね。もう一度言いますね。無人島に一人しかいないですよ。ねアクセスゼロ。で、その状況で、あ化粧しないと、あみたいな。寝癖が、みたいな。あ寝癖直さないといけないって気にする人っていますかね僕は、多分、いないと思います。うん、もし、も、もしく、あの、なんかあの、昆虫さんとか、 あと、魚さんとか、あと、イノシスさんとかに気を使うんだったら、イノシスさんに格好悪く思われるとか、思うんだったらやるかもしれないですけど。<laughs> 多分、無人島に一人で暮らしてて、外見気にする人いんのかなと思うんですよねな。うん、多分いないんじゃないかなと僕は思いますけどね。でも多くの人は、その、再生数、まだアクセスが全然来てない段階でそれを多く気にしている。いや、気に、気にしないといけないのは、 アクセスをどう集めるかしかないじゃないですか。で、はっきり言って、あの、初心者の人がですよ。初心者の人が最高のクオリティの動画を編集して作ったとしても、一本アップしてバズるってことはほぼないです。ぶっちゃけ初心者がどれだけ頑張ってもプロに勝てないですよ。じゃあこれピクサーとか作ってる映画会社だったり、映画会社のもう映像のプロの中のプロに勝てます勝てないですよ。 まあ今 YouTuber でね、編集してね、いっぱいあのー、クオリティ高い人も出てきてますけど、まあそうは言っても初心者に毛が生えてきた。まあもちろんプロに近い人もいますけれども、じゃあその人が一発ね、この YouTube の荒波に、ね、たくさんある荒波に一本アップロードしたところでバズるってことはまずないです。あのー、昔その、 あの、ピコ太郎さんがバズった理由はあ、ジャスティン・ディーバーさんがツイートしてくれたって言った、誰かの力を借りたらわかんないですよ。誰かの力をジャスティン・ディーバー的な、そのパワーを持った人が紹介してくれたらバズる可能性はあるけど、自分一人の単体で、そのなんかを、あのー、すげえ YouTube っていうね、すげえでかい海にね、一本アップロードしたところで気づかれないですよ。うん。ほんとね、もし気づかれたとするならば、それは奇跡ですね。 うん、もちろんそのトレンドっていうのもあるんですけど、でもトレンドもみんなやるので、うん、なかなかね、今日 YouTube 解説して1本アップロードして、なんかヒカキンさん以上にバスラストかね、まあかなり難しいと思いますね。まあそれをそのかなり難しいことを目指すより簡単なことをやればいいのかなと思うんですよね。ただカメラに向かって喋っ,ってみるっていう。 これは iPhone でもできますし、僕が YouTube 始めた時はもう iPhone しか使ってないです。今はマイクとかありますけど、これで行きました。これで撮って、これだけです。僕は。あの、あの、三脚もなかったです。うん。三脚もないです。もう手持ちです。で、途中からドンキホーテで900円くらいの三脚買って、あの、iPhone 用の三脚買ってやったんですけど、それ2年くらい使って、3年くらい使って、2、3000万稼ぎました。多分。900円の三脚で そうマイクも最初なかったですからね。まあ、iPhone の内蔵マイクで十分ですし。しかも僕は使ってた iPhone5S だったかな。はい、今もう iPhone なんか iPhone5S からどれだけ進化してんだって話で <laughs>。映像もいいし、マイクもいいしうん。こんなデバイスもあるしね、うん。あとはやるだけかなと思います。いってらっしゃい。